明徳記は、明徳の乱を描いた室町軍記の代表作である。筆者不詳。全参巻筆者は不詳であるが、山梨に対する非難が随所に見られる一方で、足利義満に対する参事が参見されることから、義満側近のものと考えられている。いわゆる追悼記でありこのことが文学としての価値を、現じている。しかし一方で単なる追悼記の枠を超えて、 敗者や死者に関する愛話や、後日談を取り上げ、様々な人間模様を滑車して、戦いの虚しさを解いており、このことが本作品の魅力であり、今まで読み継がれてきた理由であるとする指揮者もいる。構成は、上官は、乱の原因から小林上の守る及び山野孝義の高吉の、戦死まで、中巻には、山野宇治清の宇じきの討ち死にによる、合戦の終結までが、下巻には、 合戦後の様々な逸話が記されている。軍書類中第20集に収められている。岩波文庫にも収録されている。参考書としては、古典遺産の改編、室町軍記礎欄がある。石井良介、角田文恵ほか、桜井英二、日本の歴史中に室町人の精神 P44。桜井英二、日本の歴史中に室町人の精神 P44? ありがとうございます。